まあ、自分のそのイメージしている打ち方と誤差があるケースもありますから、まあ、そういった確認もできますからね、こういったあの映像によって、あ、まあ、そういったものを使いながらすり合わせていくんですけども。なるほど、ここですね。宮崎の春の日差しが降り注ぐ中、丸、中田、ウィーラーのランチ特打が行われています。まあ、丸も去年振り返ってみると二軍落ちも軽減しましたし、怪我以外では9年ぶりですかということもありましたが、今年はまだまだ自分はやらなければいけない、去年は下手だから落ちたんですというようなコメントも聞かれていました。なかなかどうでしょう、清水さん、去年のジャイアンツ振り返りますと、まあ、新型コロナウイルスも影響もありまして、その選手たち常にベストメンバーが揃うという時間が少なかったような、そんなシーズンでもあったかとは思うんですが、うん、そうですね、丸選手もそうでしたし、はい、坂本選手も故障ありましたしね、ありましたね、この辺りっていうのは、まあ、当然主力中の主力ですから、はい、まあ、変えてしまうとバランスっていうのは当然変えてしまいますね。